湾初の潜水艦建造に成功し、現在海洋試験が始まる中、台湾の新たな潜水艦戦略をキャッチしました。今回は、そんな自国初建造潜水艦での台湾海峡戦略を詳しく見ていきます。台湾海峡の深さも、1700メートルと、やっぱり台芸型に似ているような。X 火事が、どうも海上自衛隊潜水艦に似ていますよね。表向きは、アメリカ主導になっていますが、台湾海峡の忍者誕生しました。中国海軍原子力潜水艦は、一隻で、壊滅なんてこともあり得るかも。毎年収益すると、中国には対応できなくなるね。最後まで見てね。古代中国創造上の巨大魚の名を持つ台湾で初となる国産潜水艦開墾型一番艦が9月28日台湾南部高雄の造船所で進水式を迎えました。この建造計画破砕英文総統が熱心に進めたものでした。進水式での祭祀は念願かなったということか、感無量だったようです。開墾潜水艦は言うまでもなく、近年台湾の武力統一を示唆している中国習近平体制への強力な牽制になると思われます。中国は台湾の潜水艦に身の程知らずと非難しました。しかし、逆に言えば中国にとってかなりの深刻事態なので、過敏に反応したのではないかとも見られているのです。通常動力型潜水艦の開墾は、その名にふさわしく、通常型としては大きい艦隊です。と言っても、同タイプの海自最新型潜水艦台芸型よりはちょっと小さいようですね。特徴としては、台芸型と同様、高性能リチウムイオン電池採用により2週間ほどの連続潜航可能と推測されること、アメリカの原潜に搭載される最新戦闘システムを採用していること、さらに、高性能長距離誘導魚雷射程約 50km を装備していることでしょう。兵装の中でも、MK48 魚雷は時速70から100km、敵が回避しても再指令によって何度も攻撃を繰り返すしつこい魚雷です。もはや水中対艦ミサイルとみなしても誇張ではないほどのスペックではないでしょうか。アメリカの最先端技術が使われているので、台芸型よりも高スペックではないかと考える防衛軍事関係者も少なくないとか。台湾は潜水艦を自前で作りましたが、建造のノウハウはありません。ではどうやって作ったのでしょう。アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、スペイン、インド、韓国の7カ国が協力したという報道がありました。つまり民主主義勢力連合というわけです。噂では日本にも参加要請があったらしいのですが、対中関係などに鑑みて軍事的協力は断ったらしいが、民生レベルの技術協力という名目で応援している可能性はあると囁かれています。作れなければ外国から輸入すれば?という声もあるようですが、台湾は国際的にも非常に微妙な存在なので、潜水艦の完成品を外国から輸入するとしても売却する国はほとんどないでしょう。世界の多くの国は中国との国交を選んだため、建前上は一つの中国の原則に従って台湾と断交しています。日本もそうです。なので、台湾へ武器を輸出することは、一つの中国体制を踏みにじることだと中国側が猛反発、巨大市場を武器に、貿易制限中止の報復に出るのが、いつものやり口になっているのです。実例として、オランダ潜水艦を売却と、フランス1980年代に、軍艦やミラージュ戦闘機を販売が中国の経済制裁でダメージを受けています。例外はアメリカです。台湾の安全保障を謳う国内法、台湾関係法を理由に中国の反対を無視して台湾に武器輸出を続けています。正面から対決はしないけれど、全面的に認めるというわけではないというアメリカの上手な方針でしょうね。そういえば、国内法を盾にして外国を脅すのは中国も同じですよね。いずれにしても台湾が潜水艦建造クラブに入り自前で量産できる国になった事実は中国にとって最大の衝撃だったでしょう。台湾が輸入使用したら
輸出しそうな国を経済制裁で脅し、中止に追い込めたでしょうが、自前となれば脅しも効きません。台湾は、好きな時に、好きなだけ潜水艦を作り、配備できることになったのです。ロシア・ウクライナ戦争を見た台湾は、潜水艦のような重要な兵器は、できるだけ自前で確保するのが、安全保障の肝と痛感したのでしょう。自国で潜水艦を建造した台湾には、次は、スタンドオフ巡航ミサイル用の潜水艦を開発。という気の早い話題も飛び出しています。スタンドオフミサイル最大のメリットは、敵の射程外から狙える距離の長さです。中国が機上陸作戦に出るとしたら、ミサイルやドローンの攻撃対象になるのは、空軍基地やレーダー、防空設備、軍港などが当然で、敵の耳目と反撃手段を叩くのが戦術の定石です。このため、台湾は反撃能力の確保にも熱心で、中国大陸に届く国産の対地巡航ミサイル、射程約 600km の量産を開始しました。また、射程 1200km の改良型も開発中ということです。中国本土でのターゲットは、台湾海峡沿岸の福州、アモイなどの主要港湾都市とみられます。また、ミサイルは、中国側から攻撃し、憎い台湾島南北の険しい山脈の向こう側、東海岸に配備して、相手を攻撃する狙いがあると推測されます。両地点は十分射程内ですが、巡航ミサイルは、撃墜回避のため、ジグザグ飛行をしますから、最大射程の半分から7割程度が有効射程距離と言えましょう。軍用トラックに搭載できる移動式ミサイルで、狙い撃ちされにくい一方、中国工作員の破壊行動などに遭う危険性はあります。となると、台湾は、潜水艦にスタンドオフミサイルを搭載し、反撃手段の切り札にしようとするだろうと推理する向きもいます。しかも、10発以上の搭載を目指しているという説もありますし、さらに、射程 1200km の巡航ミサイルを潜水艦に積めば、黄海まで進出して首都北京をさえ伺うことも不可能ではないと思われるのです。この潜水艦の存在自体が、中国への強力な抑止力になることは間違いないでしょう。万が一北京を攻撃されたとなったら、共産党指導部の権威は失墜間違いありません。ある人が想定した台湾有事が起きた場合のシナリオを紹介しましょう。中国指導部を戦意喪失させるため、中国の空母や強襲揚陸艦などの撃沈を目指して、台湾潜水艦は攻撃してくるだろう。以前は、台湾有事になっても、全面戦争を避けたいアメリカは、中国軍艦への直接攻撃はしないだろうし、台湾には、老朽潜水艦が、4隻だけで、全く勝負にならないと考えられていた。しかし、もはや状況は変わった。アメリカが制止しても、台湾が、自衛権に基づく反撃として、複数の海鯤級で出撃すれば、中国海軍は、対潜水能力では劣るから、行動を制限されてしまう。太平洋側への展開は愚か、艦艇は、軍港から出ることすらできなくなるかもしれない。そして、万が一にも、大切な空母が撃沈されてしまったら、侵攻作戦を主導した習近平国家主席は、一気に、権力の座から引きずり下ろされる公算が高く、侵攻作戦も中止せざるを得ないと思われる。台湾有事になれば、日本、アメリカ、イギリスなど多くの西側潜水艦が、水面下で、密かに台湾に加勢するだろう。台湾潜水艦が前面に出て、中国の空母や大型軍艦の太平洋展開を阻止すれば、台湾東部太平洋地域で中国が制空権を握るのはほぼ絶望的。となれば、この海域に進出した中国潜水艦は、西側の潜水艦や追戦哨戒機に次々に発見されて、撃沈される可能性が高い。潜水艦とは火中の火だから、仮に潜水艦が西側連合軍に撃沈されてしまっても、西側が撃沈したとは中国が公言できっこない。自軍の弱さをアピールするようなものだし、ごまかそうにも海中の出来事なので、証拠もでっち上げにくい。身動きが取れなくなってしまうわけだ。こうなると、台湾を海上封鎖し、
兵糧攻めで締め上げるというシナリオは瓦解してしまうだろう。台湾の潜水艦建造に関しては、中国側に機密が漏洩したとリークされたり、2027年までに5隻以上を量産して、中国の脅威に備える予定らしいなどという話が、ヨーロッパあたりの防衛関連業界から漏れてきたと聞きますし、情報戦でも駆け引きなどが激しくなっているようです。一つ言えることは、中国集大成の台湾武力統一への執着のせいで、台湾が潜水艦を建造したようなものですから、寝た子を起こして、藪から蛇を出したようなものですよね。台湾が自国で初めて建造した潜水艦、海鯤は、中国への抑止力として注目されています。この潜水艦は、中国の台湾武力統一野望に対する牽制とみなされており、アメリカを含む複数の民主主義国からの技術支援を受けています。海鯤は高性能リチウムイオン電池を採用しており、長時間の連続潜航が可能で、最新戦闘システムと高性能長距離誘導魚雷も装備しています。台湾は、この潜水艦によって、任意の時間に、自国の防衛力を増強できるようになり、自国の安全を確保する重要なステップを踏み出したとされています。